ファンタジーオンアイス2017 in 神戸ということで、神戸やってまいりました。2015年から3年連続ですかね。大丈夫、もう出だしから笑いが止まってないよ。楽しいんでしょ、一緒にトークできて。収録前にうん、うん、テンションめっちゃ低い。溜めてるんだよって言ってるのがすごい分かりました。カメラ回ったらこうなんねんで。そう、仕事ってそういうもんや。大丈夫、オッケー、オッケーです。そう、この神戸は3年連続、ただ去年はねちょっとゆずるが出れなかったけど、2年ぶりにこの神戸に帰ってきて。そうですね、やっぱ嬉しいです、正直に、うん、とにかく、まあ、昨年結構辛かったんでこの時期は、うん、で皆さんの前でこうやって滑る機会って本当に大切なね、本当に、うん、本当に一緒に一回しかない機会なので、一つ一つが、うんうんうん、そういう意味ではあの今年は去年の分も込めて滑ることができればなとはちょっと思いますね。去年の分もね、うん、込めて。今回僕も則正さんと初めてプログラムで滑るんですけど、7曲愛の挨拶、夜空に星を散りばめて。なんで僕目線。もう本当に歌のタイトル通り、夜空に星を散りばめるように、ね、滑ってるから見てね、見てね。え、あっこちゃんはあんりさんのサマーキャンドル、サマーキャンドル、なんか結構幸せな感じの曲で、あんりさんのすごい透明感のある歌声が、なんかこれが生だったらどんな感じかなっていうのがすごいワクワクしてるんだけど、なんかキュンってくるようなプログラムにしたいなって、うん、関西でのお約束といえば、ファンタジーオンアイスイン神戸と思っていただいたら、プロだ、昆布とカツの合わせだしが美味しい、ね、去年食べたいって言ってたやん、そうなの、そうなの。ね、よかったね、食べれて。食べれて、ね、コンビニの明石焼きしか食べたことなかった。やっぱ全然違う、全然違う、うん、美味しい、だいぶいいのみんなやっぱアイスショーって一番何が楽しい、まあ演技ももちろんそうやけど、なんか俺とかとやっぱなんかこうみんなでこう一堂に会してさ、なんかまあ一個のショーを作るじゃないけど、うんうんうん、そういうのってなかなかない経験やんか。なんかそれに毎年、うんうん、まあこう参加させてもらえるのってすごい楽しいなと思うねんけど、うんうん、マリンはどう、こうどアイスショーのどんなとこいつも楽しい、まあ、練習より試合が好きで、試合よりアイスショーが好きで、うんうん、お客さんが本当に近くにいるのですごい楽しいです。私はもう毎年ファンタジーが終わるとすごい寂しくない、わかる、あ、終わっちゃったみたいな。 それぐらいあの、そうそうそう、本番だけじゃなくて、うん、それまでの時間みんなでこうリハーサルしていくのが、うん、やっぱりそこで交流もあったりとか、うん、で楽しいなって。ファンタジー終わったといつもてっ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 て2ヶ月ぐらい歌ってるの。あのオープニング曲耳から離れへんくない。そうだね、長いしね。そう、まあ一番最初結構、まあ、今年幕張が多いじゃん、最近は幕張で聞くと、うわアイスショーのシーズン始まったなっていう感じが、うんうんうん、もうなんかテンションバッみたいな、プシューみたいな。ファンタジーオンアイスめっちゃ個性豊かだよ。いや本当に年々、ね、ちょっとなんか言い方正しいか分からんの、なんかキャラ濃い人たちが集まってる感じがね。でやっぱりアイスショーにしてはね、人数多いから、うん、やっぱそのいろんなキャラクターがいっぺんに見れるっていうのはファンタジーっぽいかなって思いますね、うんうん、この後宇野昌磨、本田真凜、そしてあの伝説のプログラムが。今日の楽しみ方についてちょっと、うん、羽生さんからぜひこういうところを見たら楽しいんじゃないかなとか、思い切って乗っていいんじゃないかなって思うんですよね。それこそなんかショーのマナーみたいなものって多分あると思うんですけど、アーティストの方もいらっしゃるし、うん、本当コンサートみたいなもんなんですよね、うん、もう思いっきり曲を楽しんで、思いっきりプログラムを楽しんでいただけるのが一番じゃないかなと思います、うん、別にはしゃいでても大丈夫だから。はしゃいでも OK? 関西だし、関西だし、はしゃいで OK、うん、OK でテレビで見てる人も、そう、もうテレビの前でガンガンはしゃいで、マリンはどう思う？はしゃいで OK。 いや、マリンはやっぱりさ、もう可愛いじゃん。
可愛いね。やっぱそういうとこをやっぱもっともっとこうね見てほしいというか。そうなんかプログラムめっちゃ可愛いでバンってやるとこ小田くんに練習の時になんかお客さんにもっと近づけみたいな。そうマリンのプログラムにこうパーンって打つとこがあんねんけど。前幕張で見た時ちょっと距離があったからあれ絶対もっと近づいてお客さんに向かってこうマリン砲パーンっていう絶対やった方が絶対可愛いと思うよっていうアドバイスをね練習中に。でもノブ君あれですよね、投げキスしたらなんかすげえ笑いが起きましたよね。全然無視するやん全然無視するやん。ね、関西の人だったらやってくれるかもね。そうバーン、バーン、そうなるよね、まあ、そうなるよね。今のこの空気でやったらそうなると思う。でもそう、俺なぜキスやるといつも話させて、話させて、やめろやめろ、全員で俺だぞ。今年は、まあ、今シーズンはピョンチャンオリンピックもね、うん、あるということで、はい、もう2人とも本当に特に気合が入ってるシーズンだと思うんですけど、どうですか？まあでも特に気合入ってるといえばあるかもしれないですけど、うん、まあいつも通りやっぱりオフにやれることはやってますし、うん、そんなに特別変わったことはないなっていうのは思います。今シーズンじゃあ挑戦する技とかそういうのも今はあまり考えてない？いろいろ考えてはいますけどね、うん、まあオフにできることがそういうことなので、うん、まあいろいろ試してみたり、うん、まあ、スピンのバリエーションとかもやっぱもっともっと増やしていきたいなって思ってますし、うん、手の振り付けとかもね、まだできるからね、いろいろとやろうと思えばまだ増やす。だから本当にいろんなポジション、うん、本当にいろんなその感性っていうのを今磨いていきたいなっていうふうに思ってて、それを今シーズン出せればなというふうに思います。マリンはどうですか？ピョンチャンオリンピックにねもう出場できる年齢やから、うん、自分がその滑りたいなって思ってた曲を、うん、去年は我慢して今年に使ったので、オリンピックでその演技をしたいなっていうのもすごく強く思います。でも一生懸命やれば大丈夫だよね俺も一生懸命やってんけどな。ソチとかえぐり返してたんだね。痛い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 。バンクーバーチャックとかね。痛い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 。いじるっていうかもうホラン取ってそんな。いじってとか掘ってる。バーン。うーん。バーン。